すいません、さよしまフレアです。先日ライブのまつりちゃんとハーチャマのおこちゃま戦争めっちゃ良かったです。早口の部分素晴らしかったです。先ほどスパチャもリアタイで読んでいただきありがとうございます。近いうちにメンバー入りもするかもしれませんが、その時は皆さんよろしくお願いします。浮気を認めた上でちゃんとまつりのことも愛してくれてるんだね。なるほど、じゃあフレアには内緒にしといてあげる。でもフレアがこの配信のアーカイブを見たら、その時はまつりは責任は負いませんので、いいよ、お見知りおきを。フータンいる？え、ちょっと待って、フータン？フータン？え、バレてる？浮気バレてるよ。じゃあ私も内緒にしておきます。バレてるよ、やばい、本人見とるよ。みんなに謝ろう、フータン。浮気してごめんなさい、しとこう。本人だー、本人がいるぞー。今日は何も聞かなかったことにしておきます。笑顔が怖いのよ、フータンの笑顔が怖いよ。だここは何、浮気報告場所なの？最推しの人にまつりどんな顔して会いに行けばいいの、次会うとき。はあ、どんな顔すればいいの？気まずいた。ふーたんごめんなさい。メンバーはふーたんしか入ってないから許して。だからもうここでスパチャすんな。ふーたんのとこでスパチャしなさい、あんたも。しかも赤スパ投げちゃったらしい。うん。おい、ちょっと浮気やめてくれよ。浮気はやめてください。よくないですよ。一番の女に投げなさい。祭り、どうすればいいの？本日の配信ご覧いただき誠にありがとうございます。お客様にご案内申し上げます。まもなく天井の時刻でございます。スパチャの投げ忘れ、天井到着時のスパチャ準備、お忘れがございませんようお気をつけて最後までご覧くださいませ。アナウンスいらんのよ、アナウンス、天井アナウンスいらんのよ。